石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジです。はい、はい、竹富島です。竹富島に来てます。来てます。はい、懐かしいんだよね。懐かしい。僕も懐かしかったです。なんか あなた海ね。海、そうそう。毎日こっちの海の、ね、はいはい、もずくね、はい、あ、もずく漁師時代に来てましたからね。船乗ってやたらテンション上がった。今日はもう豪華客船というか大きなそうね、新しい船だったねですね。ポッケさんというね、アーティストさんがこう、はいはい、絵を描かれている新しい船に、はいはいはい、はいはい、うん、乗せてもらってきたんですけど、ね、なるほど。まあ、はい、俺は言ったら昔、はい、船で通勤してた口なんで。通勤ね。そうですよね。そうです、通われてましたもんね。何年前かな、2007年とかだから、はい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 、今何年だっけ、22、今22年だから15年ぐらい前、結構前ですねに、はいはい、来てましたね、はいはい、まあ、当時はあんなでっかい上等な船じゃなくて、はいはい、もうこうバンバンこう上下に揺れるような、もうちょっと小さい船、小さい船です ですね。結構飛ばす、みんな飛ばす船ですね、はい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 、で来てて、まあ、はい、何度も言ってるけど水牛車観光の仕事をね、うん、今やってたんですよ、はい、で今日ちょっと、うん、車でね、はい、島の中をこういろいろ案内してもらったんですけど、迎えに来ていただいてね。そう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 、はい、まあね、うん、こう懐かしいでしかない、いろいろ蘇ってきました。そうね、なんか思い出がこう水牛をこう連れてく道とかはい、はい、ここ通ったなとかはい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 、うん、なんか調教もしてたから、なんかその時にこの辺歩いてたとか、はいはいはい、15年前ですもんね。そうだね、なんかね、うん、今ほど、うんうん、多分こう栄えてないというか、はいはいはい、もうちょっと、なんだろう、うん、店とかも少なくて、はいはいはい、っていう感じでしたね。なるほどなるほど。水牛車もね、昔はね、うん、割と小さいのが、うん、結構あったりもしたし、うん、牛がちっちゃいってことですか。牛じゃなくて、うん、あの車の方が、あ、後ろの お客さんが、うん、なるほどなるほど、うんうん、なんかね、本当に忙しい、時代ではなかった。へ、うん、忙しくなり始めるぐらいの頃。なるほどなるほど。そうそうそう、まだ新空港できてなかったから、はい、石垣が、だから、うん、石垣で多分100万人は入ってきてない頃なんだよね。だけど、うん、まあね、なんかいろいろあったなっていう、まあいろいろあった話はね。そう、もう水牛、はい、まあ、とにかく水牛との思い出が、はいはいはい、何回、多分2回骨折させられて、牛さんに、はい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 、うん、で、まあ、あのいろんな事件があったりね、事件があったり、そうそうそう、なんか多分ここじゃ話せないようなことをさっきいろいろ話せない事件もあったね、聞きましたけど、ちょっと意外と牛が危ねえんだみたいなね、話もこういろいろ回りながらしたけども、はい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 、うん、そうですね、うん、でもな、まあ、自分にとってはね、でもね、はいはい、すごいいい会社だったんだよね、うん、はいはいはい、いい会社というか、まあ、いい仕事だった、うん、うん、あ、そうなんですね、うん、俺、うん、なんかね、自分天職だなと思うぐらい、はいはいはい、楽しく仕事してたんだけどね、うん、で竹富自体も、うんうん、実はものすごい好き で、うん、で日中はね、実はね、結構観光客が多くて、うん、日中、はいはいはい、はい、うん、意外とね、うんうん、騒がしいというか、はいはいはい、そうですよね、うん、だけど、うんうん、5時ぐらい過ぎるともう、はい、日帰りのお客さんいなくなるのよ。あ、もう帰っちゃって、ね、そうで、そうすると、はい、すげえね、あのね、うん、街並みとこの静けさがね、うんうん、めちゃめちゃ気持ちいい。なるほどなるほどなるほど。たまに泊まるときにそれを味わったりして、はい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 、うん、で今日もそれを味わえるかなと思ったら、うん、あいにくの雨でしたね。今日雨でしたねまた、はい、ぜひね、雨の中自転車でずぶ濡れになりながら回ってる人もいたもんね。回ってましたね、うん、結構ね、うん、いやでもまあ、なんかちょっともうちょっと暖かい時期にのんびり来たいなと、ね、なんかしみじみ思いました。自分もなんか仕事っていうかね、うん、こういう風に来るのは実は2回目かな。こう遊びで来るというか、遊びでというか、うん、はい、まあ、なので、うん、すごいなんか楽しみにしてたんですけど、雨は雨でなんか良くなかったですか、はい、いやでもね、やっぱ日産橋に、うんうん、で、はいはい、夕日を見たいなという、あっちでね、そうそうそう、めっちゃ綺麗なんでしょうね、あそこで見れたら、うん、夏ね、はい、まあ、ぜひ、はいはい、隙を見て来ましょう。近いんで、種取り祭の時に、はいはい、来ましょう。はい、というわけで、はい、本日は竹富島で、はい、
まあ、ゲストに迎えられてるっていう感じになっちゃうけどね。そうですね、お呼びしております。はい、紹介お願いします。はい、今日は、上瀬戸匠さんです。はい、匠さん、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、やっと叶いましたね。そうだね。実は去年の5月の末ぐらいに、はいはい、あの来る予定をしてたんですよね。いや、うん、あれですよ、あのまだ匠さんの他の字も知らないぐらいの時ね、もう知り合ったばっかりぐらいの時だっけ。秀匠さんまだ知り合ってなかったんじゃないかな。知り合って呼ばれたんだから泊まりに行きますかっていう話で、あのシノキルする前ぐらいですかね、うん、そう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 、そうで初めて石垣ラジオに、うん、まあ、仁君経由で、はいはいはい、まあ、問い合わせというかレスポンスが あったんですよね。YouTube かなんかに竹富島の、うん、そう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 、宿をやってる方から DM で、そう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 ごめんなさい、なんか曖昧でいや、ね、それでだから5月末ぐらいに、はいはい、もう泊まる予定までして、あ、そう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 、ただ、うんうんうん、急にコロナが広がってしまって来れなくなったっていう経緯だったんですね。そうですね、うん、そう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 、それぶりなんで、まあね、うん、10ヶ月ぐらい、もう、うんうん、そうですね、9ヶ月10ヶ月ぐらい越しでようやく来れたっていう。そうですそうですそうです。竹富島です。はい、いや、泉谷さんですね。泉谷さんに今日は、はい、お世話になっております。泉谷さんの食堂、ここはそうです、食堂で撮影をさせてもらってます。はい、収録か、はい、うんうん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、簡単に自己紹介してもらっていいですか、ね、そうです、はい、竹富島の民宿泉谷で働いてます。はい、で、上瀬戸、うん、上勢い頭で、はい、上勢い頭、うん、上瀬戸匠と申します。うん、35歳です。はいはいはい、で、まあ、竹富島育ち、うん、あ、竹富島生まれ、はい、竹富島育ち、はいはい、で、はい、おじいおばあみんな友達そうですね、15歳中学校3年生まで竹富にいて、うん、まあ、竹富中学校卒業して高校は沖縄本島、沖縄本島行ったんですね。へー、で寮のある高校だったんですけど、で大学には県外来たくって、うん、で岡山の岡山に、ね、行かれたんですよね、大学で、はい、で戻ってきて、うん、なんやかんやこれから山あり谷ありあって、うんうん、山あり谷ありを後ほど聞きましょうね。民宿を、はい、まだ僕は、僕が次は3代目になるんですけど、あ、そうなんですね、まだ今は父が一応事業主で、僕が働い、うんうん、あの従業員っていう形でやってて、はいはいはい、まあ、今後はどういう風なこう宿にしていこうかなっていうのを考えながら、はいはい、うんうん、考え中みたいな、はい、やってます。なるほど。あとは、うん、まあ、民宿とは別に、はいはい、去年の春それこそヒデさんと5月にお会いして、はい、そこから6月に、うんうん、エシカルアイランド竹富っていう、はい、事業を立ち上げまして、はいはい、エシカルってのは、まあ、直訳すると倫理的とか道徳的って意味なんですけど、まあ、エシカル協会さんってのがあって、うん、はい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 、そのエシカル協会が言うには、うん、人と地球、うん、社会環境、人と環境、うん、地域社会に優しい活動、うん、行動を、うん、まあ、意訳してエシカルって言ってて、うん、あ、それって本当竹富に合ってるなと思って、うん、はい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 、環境だけでもないし、うん、人だけ経済的なことだけでもない、うん、もう全部含まれてるのが竹富島だなと思って、うんうんうん、あ、エシカルな島だなと思って、はい、エシカルアイランド竹富っていうのを始めました。その組織というか、そうですね、はい、まあ、プロジェクト、うん、プロジェクト、うん、やってて、うんうん、だからその辺も今日お伝えできたら、うん、ね、ちょっと緊張してて、ね、まだなんかちなみに、匠さんはこのどういう子供だったっていう自己評価として、こう小さい頃どんな性格だったのかな、うんうんうん、なんでしょうね、うん、よく言われてたのは、妹に言われてたのは二重人格だと言われてて、二重人格どういうことす家では結構、うんうん、このやんちゃというか、はい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 、わがまま言ったり、はい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 、してたのに、はいはい、外に出ると真面目いい子ぶるみたいな、よく妹からそうなんだ、兄ちゃん二重人格で、その、うん、いい格好し、はい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 、外に出てる時はこの、はいはい、
外面がいいっていうのをよく言われて、でも確かに今もそれは逆に役に立ってるじゃないけど、観光業やっててお客さんと喋るのもこうコミュニケーション取るのもまあ初めての人でもそうだし、逆にあ石垣ラジオ面白いなと思ったら DM しようとか、なんかそういうつながりがねたくさん増えてきて嬉しいなと思いますね。なるほどなるほど。まあでもあるよね、このその時々で自分のこの性格を入れ替えるっていうのは、逆にそれがいいかもしれないですよね。そのいや 文人主義っていうらしいんだよね。ほうほうほう、そうそう、またなんか難しい。俺最近あの聞いた話なんだけど、なんかね平野啓一郎さんっていう人はそういう本を書いてるらしくて、やっぱその それぞれ自分なんだけど、その場その場の自分が違くてもいいみたいな風になると、なんかすごい気分的に楽にならないかなと。もちろんね、その TPO に合わせて、そんな、ね、雰囲気な自分にもなりますもんね。なんか変な一貫性って別になくてもいいんじゃないみたいな。なるほど、なるほど。そういう話があって、あ、俺もそうだなっていう。いや、僕もそうですよ。だから、そうですね、みんなそれぞれの自分が。そう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 。だから多分、面白い。あの、普通っちゃ普通なんでしょうね。それは もしかしたらね。で、まあ。妹さんにそんなことやそうそう、外面がよくって、で、結構この、まあ、小さいクラスなんで、入学式の時には5名、同級生5名で、で中学校卒業する時は7名かな、2名増えて、転入生が増えて、なんですけど、やっぱり球長とか、その部長とか、やっぱりみんな役を持たなきゃいけなくて、でもう自分はどんどんやりたがるタイプというか、でそれがまあ、こうそうして高校、大学とこの受験とかでも役に立って、面接とかでもなんかあるじゃないですか、最後一言ありますみたいな、じゃあ僕は竹富島の踊りを踊りますとか言って、自己 PR はそういう意味ではうまかったかもしれないですね。もう面接でいきなり踊りを踊り出したんですか。ちゃんと仕込んでるんですよ、あの、小道具も仕込んでセンス持ってて、ちゃんと考えてるんだね。そう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 、すごいな。なんかすごいプレゼンがうまかったのじゃないかなって思いますけどね。なるほど、面白い面白い。割とそのなんだろう、おじけづかないというか、そういうところで割とグイグイいけるタイプ。そうですね、緊張しいなんだけど、いっちゃうタイプですね。いや、そうなんですね。なんか今も匠さんってこう、まあ、僕たちとのこの関係性もそうだけど、あとこうやって外からっていうかね、いろいろこう SNS とかでの動きとか見させてもらってると、結構ガツガツいくじゃないですか。はいはい。だからその辺の秘訣が今日ちょっと聞きたいなっていうのはあ、なるほど、質問として用意してきたんですけど。あ、そうなの。そう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 。なんかそうですね、ガツガツいくのは、結構すかされることもありますよ、やっぱりこう、はい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 、あの、はいはい、面白いなとか思って行くと、なんかパッと出ないな、その、例えば、政治家に、あのメッセージ送ったりとか、なんかそういうこともしてて、思ったことを結局アウトプットをしたいんですよ、はいはい、あ、出したい、自分で考えてることを知ってもらいたいってもあって、で、あ、一個はそう、良かったのは、竹富島チャンネルっていう YouTube を始めて、で竹富島で、まあ、リゾート開発の話が次に、その竹富島に住んでる人の声をみんなに聞いてほしいと思って、でそれで1分の動画を作ったんですよ、竹富島の声を聞いてくださいっていうのが、でテレビに取り上げたりとか新聞に載ったりとかして、なんかそうやってアウトプットしてると伝わ、今まではなんか竹富の人ってこう自分らの考えを守るっていう、こう、内に向けて守るっていう方が強いんですけど、外に発信するっていうのはあんまりしてこなかった、だから家族とか子供たちには伝えるけど、このもっとこうしてほしいとか、竹富のこの文化を守りたいんだっていうのはあんまり伝え、発信はしなかったと思うんですよ、でも僕はそれをなんか、何も考えずにやっちゃって、でいい面も悪い面ももちろんあるんですけど、なんか知ってもらえることが竹富島の伝統とか文化を守ることにつながるんじゃないかなって思ったのは3年ぐらい前かな、結構良かったですね。なんか突然変異的な感じで バグみたいな感じでいいですね。そうだと思います。やっぱりその、
何かが変わるときにバグが起こらんと、価値が揺れないんで、うんうんうん、そのまんまいっちゃうんで、なんかそのバグはもしかしたら時代にすごい必要とされてたのかもしれないですね。そうですね。いいですね。そっかそっか。ちょっと、ありがとうございます。ちょっと見えてきた感じですけど、ね、はい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 。でちなみに、うん大学まで出るじゃないですか、はいはい、それともうすぐ帰ってきたんですか。僕、2008年から7年から、はいはい大学4年生の時に、うんうん内定先が決まってたんですよ。就職、はいうんうんうん、僕もともと島で生まれ育って、うん、中学3年生の卒業の時に、うんはいはい、竹富島で子育てをしたいっていう夢があったんですよ。あの中学校の子供時の大人になったら、うん、夢将来の夢は竹富島で子育てをするために戻ってくる、はいはいはい、っていうまずもうそれがちょっとバグですよね、うん、突然変になって大体みんな内地に出たいとか、うん、やっぱりねこの大きい都会で働きたいっていうのはあったと思うんですけど、うんうん、僕はもう子供の頃から、うん、で、そのコンドイビーチで、うん、とかまあ西桟橋で夕日を見ながらさっきおっしゃってたあのおにぎりを食べて子供たちと一緒にピクニックをするっていうのが自分が子供の時に良かった親にしてもらって、うんうん、それを子供にしたい、うん、で都会には出れる大学とか、うん働きに、はいはい、ただ子供のその15歳までっていうのはなかなか選べないじゃないですか、はいはい、自分では、だから一つの選択肢として、うん、その島で生まれ、うん子育てをするっていうのはいいなと思ってて、そんなでも割と早い段階か、ね、そうですね、そうですね、それで沖縄本島の高校に行ったんですよ。ああそうなの、1回出ると、そうそうそうです。まあ石垣も高校あるんですけど、うん、石垣に行ってそのまま那覇とかで働くよりは、うん、沖縄本島の高校行って県外の大学に行こうと思って、なるほどで逆算して、うん、でうちはそんなにお金持ちではないので、はいはい、私立の大学は無理だと、うん、なるほど、うん、国立しか無理だってな、うん、だろうと、はいはい、っていうので、うん、県外の大学、はい、国立大学、うん、で母が、うん岡山出身なんで岡山にばあちゃん家があるんですよ。なるほど、そうなんですか。 そしたらアパートも借りられ、はいはい、借りなくて済むぞと、なんだったらばあちゃんがご飯作ってくれるぞという、うんうん、この打算的 な, な, んてな考え、ね、うん、で大学行く県外の、うん、あ、まあ、岡山大学に、はいはい、進学しようってのを思って、うんうんうん、で進学校の、うん高校に行って、あ沖縄ね、なるほど、だからその逆算で、なるほど、もうそこまで予定してたんだ、じゃあなるほど、すごいで良かったのに、うんうん、あすぐそうですぐ大学卒業して帰ってきたのかっていうと、うん、リーマンショックで内定先が潰れちゃったんですよね、なるほどちょうどその頃ですよね、だから僕の順風満帆な計画が あの世界恐慌で崩れ去って、そうそう2009年とか、そう8年9年ぐらいか、はい、でなって、なるほど、うん、そっか今までもう計画通り来てた、ね、そうで、はい、その計画も大学卒業して、はいはい、沖縄本島のホテルで就職して、うんうん、何年かしたら竹富島戻ってこようって、うん、なるほど、宿するからホテルでみたいな感じで、うんうんうん、サービス料を学んで、なるほど、で結婚とか子育ては竹富島で、はい、で大体30ぐらいかなと思ってたのが、22になって、うん、その道が閉ざされて、で卒業しちゃうと、はい、もうプータローみたいな、ちょっと新卒じゃなくなっちゃうみたいな感じで、不中ぶらりんな感じで不利になっちゃうっていう話もあったんですよ、うんうんうん、で当時2月とか3月ぐらいに内定潰れるところは、うん、あの多かったんですけど、はいはいはい、その卒業前に、はいはい、僕は10月ぐらいにも潰れちゃって、あ、じゃあもう結構早いタイミングで、早くて、で、うんうん、まあ、要するに不動産の、うん、ホテルって不動産のそういうので、うんうん、債権とかなんかあったんでしょうね、うん、多分それで赤字でもう潰れちゃって、うんうん、沖縄本島の北部の、はい、リゾートホテルだったんですけど、うんうん、でもう周り誰もいないんですよまだ、うん、内定みんな決まってる、うん、まだ取り消しにはなってない、そうなってない、うん、自分だけ潰れてるみたいな、で病んじゃって、でもう休学しよう、うん、でやることないし、うんうん、学校も行かなくな、もう卒業しても意味ないんで、うん、大学行く意味ないし、うん、って言って、うんうん、でも一月ぐらいかな、ずっと家で、うん、本を読むかドラクエをするか、うん、ドラクエ、ね、もうばあちゃん心配しちゃって、はいはいはい、ばあちゃん1階に住んでて、うん、僕2階の部屋だったんですけど、うん、もう匠は朝起きてこないぞと、うん、で、まあ、夜に行動したんで、はいはいはい、その本読んだりゲームっていうのは、うん、
でもう心配だと、うん、で母に電話してどうなってるみたいな、うん、だから、うんうんうん、そしたら母がまた電話来て、うん、もうばあちゃんがいつまでも学校行かなくて、うんうん、あの寝てると心配するから、うんうん、竹富島戻ってこいって言われたのがきっかけだったんですよ。休学して、うんうん、大学4年生の後期、うんうんうん、でそれで竹富島戻ってきた時に、うん、20代の島の、うん、まあ、県外から働きに来てる人いたんですけど、はい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 、島出身の20代の人っていなくって、はいはいはい、島出身で、うんうん、一番近い先輩が10上の、うんうん、もう30代だったんですよね、はいはいはい、うん、そうなった時に、うん、あ、これまずいぞと、うん、自分が帰ってこないとどん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 その差が開くぞってなって、うん、そっちのまずいね。そうそう、うん、でそれはその青年会、うん、はい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 、もう大体30から35ぐらいの間で卒業するんですけど、うんうん、もう自分ら後輩がいないから卒業できないって言われて、ね、そういうことですよね、はい、はいはいはい、で、うん、あ、分かりましたって、すごいそれ楽しかったんですよ、その休学してる期間に、こっちにいる竹富で、いるのが、うん、だって普通だとこう、うん、中学高校大学でも春休みとか夏休みの間だけじゃないですか、はいはいはい、でその間って結構民宿も忙しいので、はいはいはい、手伝わなきゃいけないんですけど、なるほど、その後期で休学してきてるから、はい、大体夏休みも終わってるし、うん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 、暇な期間、うん、冬そういうのは暇な期間3ヶ月間ぐらい結構閑散期なので、もう遊び放題で、はい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 、なんかそれがすごい楽しくって、お金も使わないじゃないですか、なんか島を満喫しててちょっと今に似てると思います、コロナ禍そっかそっか、自然の中で、はい、なるほどね、そうそうそう、で、うんうん、そのまあ、リーマンショックで多分景気もあんまり良くなかったのかもしれないですね、うん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 、でお客さんも少なかったのかな、で戻ってきて、うん、で島の先輩らと遊んでもらってて、ちやほやされるんですよ、やっぱり若いから、若いから、ね、そうでしょうね、で飲みに行くぞとか、船出して石垣行くぞとか、泳ぎ行くぞとかやって、はい、そういうのを戻ってきて後輩にしたいなと思って、なるほど、なるほど、で、あ、分かりましたって言って、で休学も、うん、復学しなきゃいけないから、うんうんうん、じゃあちゃんと卒業して戻ってきますと、うんうんうん、もう当時どん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 潰れていったので、はいはいはい、まあ、あの就職は難しいだろうと思って、うんうんうん、でもう泉屋で働こうと思って、うん、23かな、うんうんうん、時に戻ってきて、うん、学校卒業して、そうそうです、そうです、うんうんうん、だから人よりも遅れて卒業したんですけど、でそう民宿なんで、実家帰ってきてなんで、はい、自分で働いてみたいな、そう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 、世界を見ようみたいな、そう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 、うんうん、っていうので、はい、あ、やっぱり就職一回しようと思って、うんうんうん、でやっぱホテルで潰れてホテルマンになれなかったっていうのがずっと心の中にあったので、はいはいはい、沖縄本島のホテルで2年間働きに行ったんですよね、はい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 、でその時に、うんうん、まあ、サービス業なんですけど、うんうん、280室ぐらいあって、結構でかいとこですね、チェックインだけでも100か120、夏とかだと200ぐらい入れ替えの多、はい、時だとあって、昼の2時から、うんうん、大体昼夜10時で8時間じゃん、うんうん、夜10時じゃ終わらなくて夜12時とかまでチェックインで、もうずっとこのカウンターから、うんうん、客室までもう往復往復なんですよ、荷物を運ぶ、そうですで、はい、フロント何番です、はい、お手洗いこちらですとか、はい、ロック毎回同じこと、まあ、そうそうそう、同じセリフを、そう、で僕は民宿で、はいはい、18の子だったらもうそれをマニュアルなんで、マニュアル通りにっていうのがあったと思うんですけど、僕は民宿でこうやっておしゃべりするのが好きだったんで、どっか美味しいご飯ないのって、あ、そこが美味しいですよとか、肉がいいですか、魚がいいですかとか、なんかそういうのが好きでサービス業を学びたいと思ったのに、インカムをしてて、ウエストの早く戻ってこいみたいな、チェックイン並んでるぞみたいなとか、それちょっとサービス学びに来たのに、僕はベルトコンベアって呼んでたんですけど、お客が来て、もう処理して、うんうん、次から次に、ね、誰でもできるっちゃできるな、そうそうそう、自分の思ってたのと違うぞ、そうそうそう、うん、っていうのと、あとは、うん、夜勤も夕方5時にから2日分働くんですよね、で朝の8時、うん、14時間労働なのかな、うん、いやでもホテルさんはそうですもんね、そうそう、でやっぱ、うん、昼夜逆転しちゃって、うんうんうん、もう朝も眠れなくなっちゃうし、わ、うん、かる、眠れなくなるの、うん、で逆に飲むとなると、うんうん、
だから次の日は夕方5時から仕事でいいわけですよ、はい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 、だから朝5時に寝たいわけです、あ、はい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 、だから朝5時まで飲むんですよ、はい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 、飲みすぎちゃう、そう飲みすぎちゃうというか、うんうん、もう空いてるところがキャバクラぐらいしかなくなっちゃって、居酒屋を12時閉まって、それからキャバクラ行ってとかなるとお金もなくなるから、何のために働いてるのかわからないっていうので、なるほどなるほど、っていうのはその時間帯と生活リズムで、あ、でも今思うと、それすごいいい経験だったなと思って、こっちって何もないじゃないですか、居酒屋もそんなあるわけじゃないし、夜の街もね、竹富ないから、うんうんうん、そういうのを味わってなかったら、はいはい、行きたくなってたんじゃないかなと思って、20代の頃にそういう経験がないと、はいはいはい、だから今は逆に夕日見たり星見たりして、はいはいはい、あ、なんか幸せだなと思って、ネオン街に憧れなくなった、うん、やっぱ憧れはありました正直、ね、やっぱ分かります分かります分かります、なんかね、うん、経験すると差が分かるから、それでやっぱ自分はこっちの方がいいなっていうのがようやく自覚できるっていうのはね、外を知って島の良さを知るっていうのはありますよね、そうですよね、うん、で、うん、戻ってきたの、それで、あ、そうですそうです、うん、あ、で、うん、兄が僕より遅れて島に戻ってきて、うん、で、うん、今はあのサバニーをこうツアーをやってるんですけど、当時はまだそのツアーも始めてなくて、一緒に民宿で働いてたんですよ、ちょっとかぶってて、はいはいはい、ここでね、そう、ここで泉屋で働いてて、で僕は島の外沖縄本島に働きに行くからって言って、で兄が民宿やってたんですけど、母と兄も独立してサバニーやりたいので、会いに来て、はい、でお前いつまで、あのホテル働くんだ、うんうんうん、で俺も2年間やってそろそろもういいかなと思ってるみたいな、うんうんうん、じゃあ戻ってきて、もう島で若い人も少ないから、一緒にちょっと島のこともしたいし、兄から言われたのは初めてだったんです、そういう年子なんですけど、へもう兄はガキ大将、ほうほうほう、ジャイアン、そうなんす、僕は伸びた、へで、その伸びた、スネ夫みたいな伸びた、でその、兄は体も大きくて子供の頃から、で友達も結構いっぱいこう従えて、俺が一緒に遊び、小さい島なんでもう幼馴染一緒じゃないですか、俺が遊びに行くとお前は家帰れみたいな要するにずっと一緒だから嫌なんでしょうね、向こうも嫌、あの金魚の糞じゃないけど、いつも一緒にいるのが嫌で、なんかよくそれで、だから、あの兄は石垣の高校行ってたの で、当時は石垣の高校、竹富の子でも寮に入れなかったんですよ、あ、そうなんだ、寮が、まだちっちゃかったんだと思うんですけど、あ、通ってた、部屋数が、そう、通うのもこう、部活があるんで、最終便間に合わないんで、あ、もうみんなアパート借りてたんです、借りてたんだ当時、いや大変だ、そうそうそう、だから部活終わって、はい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 、自炊家事、あの洗濯とかしてっていうのを兄やってて、でずっと一緒じゃないですか、小学校、中学校、はいはいはい、小学校も 1,2 年生 3,4 年生 5,6 年生って、同じクラスなんですよ、ずっと一緒だったんだ、はい、もう目の上の単行部で、やっと兄が向こう高1中3で卒業した自分も、次来年卒業って、兄と同じ高校で同じアパートに行きたくなくって、それで沖縄本島の方に、それで寮、なるほど、沖縄本島の寮だと一番優先順位が高いんですよ、八重山の子が、なるほど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 、だから、沖縄本島の北部とか中部から通ってる子もいるんですけど、そこはまだ通学圏内って見なされるんで、なるほど、優先順位低くてとか言ってっていうのもあって、で兄、その目の上の単行部の兄だったのが、もうお互い大人になって、はいはいはい、ちょっとそろそろ島戻ってきて一緒に、まあ、青年会もそうだし、やってくれんかって言われて、初めてだったんで、なるほど、そうなんですね、よかったなって思って、で今でも戻ってきて、すごいこういつも仲良しではないんですけど、なんかやるってなるとやっぱりこうお互いに協力し合って、そうなんですね、面白いですね、なんか。年取るとでもね、兄弟結構関係性変わるもん ね、うん、ね、なんかね、そう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 、それはあるよね、そうそう、でもなんかいとこ同士も結構近くにいるんで、小さい島でも、そうですよね、あのあいとこ同士とか、あの、僕の子供たち、娘と息子と、兄の娘さんにいるんですけど、いつも遊んだりして、なんか
ウエスト時計でなんか、うん、それでだんだん島の割合が多くなってくるとか、うん、あーそっかそっか、ウエスト一族、そうそうそう、学校はウエストだけになるとかなんかそうやって言われますけど、なるほどなるほど、あでも戻ってきてるんですね、両方とも兄弟。そうそうそう、うん、妹も石垣に働いてて、あそうなんですね、そうそう、妹の子もいて、はいはいはい、じいじばあばと、うんうん、まあ、うちの父母と一緒にご飯食べたりとか、民宿で遊ん、なるほどなるほど、なんだろう、タンカーってわかります、あの1歳になるとお祝いするんですよ、ね、はいはい、お餅かついだりとかと、もう民宿のこのあこっちで、ね、休みにして、うん、ね、うん、みんなでご飯食べたりとか、なるほどなるほど、いいな、めちゃめちゃいいっすね。そっか、いや、それで今もう竹富帰ってきて、そのホテルから戻ってきたのがおいくつの時ですか？28かな、うん、7年前、8、そうですね、28ですね、歳、あそうで、うん、5月に戻ってきたんですけど、はいはい、うん、当時遠距離恋愛だったんですよ。はー、今の奥さんと。そう。おお、ほうほうほう。で、沖縄本島、静岡の出身で、神奈川に共通の知り合い、うん、知人の紹介で、はいはいはい、もう10年ぐらい友達の関係というか、うん、東京行ったら遊ぶし、竹富に来て遊ぶし、うん、みたいな感じで、出会ったのが、うんうん、去年10年前、11年前かな、ご結婚されて5年、そう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 、ね、あげてましたよね、2月1日で5年だったんです。おめでとうございます。そうですね、おめでとうございます。でそれで、うんうん、10年前の僕の誕生日の時に初めて友達の紹介で会ったんですよ、うんうん、ああそうなんだ、一緒になんか誕生日祝いしてくれて、はい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 、でそれからちょくちょく連絡取り合ってて、うんうん、あ今度東京行くから飲もうよとか、竹富、はいはい、遊びに行くねって、うんうんうん、でそので付き合い会おうってなったんですけど、まあ遠距離で、はいはいはい、で、あ僕は、うん、5月にもうホテル辞めて沖縄本島から竹富に戻る、はいはいはい、で一緒に島に来てほしいと、うん、はいはい、ほう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 、でそれで一緒に住んでほしいっていうのが付き合う時の、うんうん、言葉なんですね、半ばプロポーズみたいな。ですよね、ですよね、そっちですよね、そうそうそう、うん、ただ竹富に会わなかったら、うん、あの石垣でも那覇でも東京でも俺はいいと思ってるよ、うんうん、そのほう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 、結婚して竹富じゃなきゃいけないっていうのは、うんうん、あのやっぱ母も岡山から嫁いできてるので、うんうんうん、そのやっぱ嫁ぐ大変さというか、なるほど、覚悟がすごいいるじゃないですか、だから1年間ちょっと体験で竹富やって、うんうん、でその後結婚しようっていう時にまた考えてくれたらいいかなと思ってて、やっぱりその都会と竹富じゃその奥さんにこうかかるこの負担じゃないけど、こう割といろんな役割が回ってくるとか、やっぱそういうのもおそらくそうですね、まあこれからだと思います、これからその妻、うん、子育てがある程度落ち着いて小学校、子供が小学生になってくると婦人会の役とか、それこそ祭りの踊りとかであるとは思うんですけど、でまあそういうのも見てほしいなと思って、それでちっこいうじゃないけど、そのそう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 、一緒に住んでほしい、でもう1年は超えてますよね、あもちろんもちろん、いや結婚までの1年、あそっかそっか、付き合って引っ越しして結婚まで1年とりあえずやって試しに試してっていうことよね、そうそう、それでで、もう僕は思ってるのは、うん、島でこう嫁いでくる先輩、うん、女性のね、はい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 、奥様方いっぱいいるんですけど、はいはいはい、あの、うん、竹富で住むには、うん、旦那さんが、うん、旦那さんを愛してる以上に、うん、竹富島を愛してる人が多い、以上かどうか分かんないけど、そこはなんか比べられるのかな分からないけど竹富は好きで好きでみたいな、そうそうそう、はいはいはい、で、うん、僕は子供の頃から、うん、母から聞いたのは、うん、あの自分はもう覚悟決めて竹富に嫁いできてると、うんうん、はいはい、もし、うん、旦那父ちゃんが、うんうんうん、まあ、変な話悪さして、うん、もう離婚するってなった時に、うん、島出るのは、うん、旦那の方だと言ってた、うん、すごい、自分は骨を埋める覚悟で来てるっていうのを聞いて、だから逆に僕は、うん、それぐらいのつもりで奥さんは来るんだから、うんうん、やっぱりこの、うん、しっかり、うん、そのなんていうの、嫌だなって思いしないように、うん、その
島のことを先輩だったり友達だったりしっかり紹介してっていうのは、うんうん、なるほどなるほどなるほど。妻はすごい島好きでもう内地には戻れないなってよく言ってます、うんうん、あそうなんですね、うん、電車とか通勤いやわかるけど、うん、神奈川の都会の方でね、はい、あの働いてたんではい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 、よくあんな生活したなって思うって言って、うんうん、一緒に星見たり夕日見たりするのが好きってのが一番良、うんうん、かったかなと思いますね。そこが好きだったら、うん、全然いけるよね。なんかこう、うんうん、この自然、うんうん、自然が多くて、まあ、人そんないないけど、うん、それでも大丈夫だ。でも人付き合いはやっぱり濃いですね、うん、あまあ人付き合いはね逆に人数がまあ、うんうん、少ない分ね、うん、そうですよね。いやいやまあなんかそっかで戻ってきて、うん、そのまま民宿を泉谷さんを泉谷さんでやってそうですね、うん、はい28で戻ってきて、うん、そうですね、うん、結婚前からもちろん、うん、でじいちゃんとばあちゃん始めてもうすぐ50年、うん、今年かな一応1972年の復帰の年に、はい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 、登録したっていう50年ですね、はい、で、まあ、その前から一応、うん、やってはいたんだ島に来て、うんうん、何もないじゃないですか、はいはいはい、ホテルとかもなかったんで、うんうん、うち、うん、帰りの船もないから泊まっていきとか言ったのが最初みたいですけど、うんうんうん、当時は、うんうん、で復帰の年に一応日本のルールにのっとって、うんはいはい、旅館業かな登録して、うん、それ全く同じ話をこの前入り表で聞いたそうなんか結構50周年多いと思います、うん、ああそうなんだ。いやなんかこの、うん、結構工事とか、はいはいはいまあ、そういうので来て、うん、でもご飯出すとこもないから、うんうん、うちで出すようになったのがそのまま宿になったみたいな、うん、結構あったみたいな。なるほどなるほど。そうそうじいちゃんの、うんね、うち上瀬戸さんはい、次はじいちゃん五男なんですけど、うんうん、長男の方が最南端のお寺の住職さんなんですね、うん、今紀宝院ってあるんですけど、こっちの紀宝院地区週間そうそうそう数週間は博物館で紀宝院がお寺なんですけど、うんうん、その住職さんで、うんうん、で収集館って民芸のその道具とか昔ながらの道具をこう収集してやってたのが民芸学者かな、はいはいはい、その内地の、うん大学の先生が来て話を聞きたいと、うん、そのお兄さんの話を聞いて泊まりたいから、はいはいはい、弟のお家が部屋空いてるからそこへ泊まれとか、はいはいはい、でじいちゃんは三線弾いたり泡盛振る舞ったりとかいうのが最初だったって言って、で赤瓦の町並みを守ろうって言ったのはじいちゃんで、うんそうなんですね、そうなんですよ。へすごい。そのそれこそ、うんルールができてもうすぐ35年かな、はいはい、その前にはコンクリートの2階建てのお家がちょこちょこ建ち始めたんですよ、うんうん、石垣とか沖縄本島もそうだと思うんですけど、うんうん、宿とかでもあるよ。ありますあります。でだんだんそういうお家になってって、うんうん、で建て替える時は新しく、うんまあ、大きくて頑丈な家っていうそのステップアップの象徴みたいなところあったと思うんですよ。お金も稼げるようになったし、はい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 、みたいな貧しい暮らしから、うんうん、その頑丈な家っていうのがあったんだけど、うんうんうん、そういう学者さんから、うん、いやこの街並みはもう宝だから守ってほしいと、うんうんうん、でぜひルールを決めてやってほしいってのをじいちゃんが聞いて、うん、赤瓦の街並みのルールを決めようって島の人にみんなに言ったんですって、うんはいはいはい、でもお金もせっかく儲けて家建てようって言ってる人は何言うかって喧嘩になって、うん、まあまあそうでしょうね。それで、うんうん、その結構バチバチやって、うんうんうん、でもそうやって賛成してくれる人が多くて、うんうんうん、でそれで竹富島独自のルールを決めて、うんうんうん、でその後で県とか国の条例が追いついたような感じなんです、うんうん先にじゃあ島で決めたんだ。そうですそうです。だから多分それを待ってそういうルールがあったから、うんうん、沖縄県とかのなるほどそう、文化庁とか、うんうんうん、そういう人たちが、うん、こう来て、うん、それぜひ守りましょう重要伝統そう的建造物具保存地区充電権って言うんですけど、うん、そういうのもあってあそ、ね、僕はそのすごいなじいちゃん僕3歳の時に亡くなってるんですけど、うんうん、その紀宝院収集館の館長さんが2代目、うんうんのお婿さんがいたんですよ、うんうんうん、奥さんが要するに、う
初代の娘さんが住職さん、うん、なるほど、うん、でその婿さんが収集家の館長、うんうん、村さんって言うんですけど、うんうんうん、村さんから僕らは子供の頃から刷り込まれて、うんうんはいはい、あんたのじいさんはこうやって島の町並みとか祭りとか守ってきたんだよってずっと言ってくれて、なるほど、ああそういうの勉強しなきゃなと思って、うんうんうん、で村さんも、ね、亡くなっちゃったんですけど、うんうん、今度は僕らがそうやって子や孫に後輩たちに教える番かな、なるほどなるほどなるほど、そうですね、いやとりあえず、はい、まあ、竹富に戻ってくるまでの話を、そうですね、そうですね、聞けたので、奥さんとのねあれも聞けましたしね第1回はこんな感じで終わって、第2回でそのエシカルの、エシカルアイランド竹富の話も聞いていただけ、はい、いけたらなと思います。そうですね、はい、はい、ということで第1話はこんな感じで終わります、はい、ありがとうございました。